今日はですね、トイズの庭先でロビー君と一緒に、これはですね、フランスのコニャック、ヘネシーのディスプレイですね、販促用ディスプレイっていうんですか。ヘネシーは1765年に設立、創業者がリチャード・ヘネシーっていう名前なんですよね。フランスのコニャックに拠点を持つブランデーメーカーです。アルプスの冬山で登山者の遭難が、結構あったわけです。その時に救助犬としてこのセント・バーナードのこう首にですね、コニャックの樽をくくりつけ、そして遭難者を探させ、このコニャックで体を温めて救助したと、そういう話があるわけです。特にですね、バリーという犬は40人もの命を救ったといい、その美談にちなんでヘネシー社自体が自社のマスコットにセントバーナードを使用したというわけなんですよね。大中小と、年代によって若干素材が違ってくると思うんですけどね、一番古いのはこれでしょうね。これが張り子で作られています。これは陶器ですね。これも陶器で作られています。今からもう30年ぐらい前かな、もっと前ですね。スキーのロッジをやっていたんです、うちの父がね。そこにキャッシーという名前のセントバーナードがいました。ロビー君は男の子で、体重が35キロぐらいなんですよ。キャッシーというセントバーナードは女の子だったんですけど、体重が80キロあったんですよね。でも、もう雪の中に埋もれていても平気ぐらい寒さに強い犬です。逆に暑さには弱いんでしょうね。そんなセントバーナードにはたくさんの思い出があります。もともとワンちゃん大好きですからね、僕は。このヘネシーの置物も一目見た時から、あ、可愛いなと思って集め始めたんですけど、よくできてますよね。顔の表情だとか体の感じだとか、ロビー君が一番可愛いですけどロビー君が一番可愛いです。ロビー君、これほら興味ないみたいですね、ロビーはね。ということで今日はですね、日本でいうと不二家のペコちゃんだとかビクターのニッパー君みたいな感じの販売促進用ヘネシーのセントバーナードをご紹介しました。また次回お楽しみにしてください。